今回はもみじを折ります。15センチ15センチの折り紙で折ったものがこちらの大きなもみじです。4分の1の大きさのもので折ったもみじがこのかわいいもみじです。ハサミ、マジック、わかりやすいようにマジックにしてみました。小さな もみじでやるよりも大きなもみじの方が手元がわかると思いますので、大きなもみじで作りたいと思います。裏に返して四角に折ります。そのまま半分に折ります。広げ、下の辺を中心に向かって折ります。こちらの辺も中心に向かって折ります。広げ、裏に返し、この辺にこの山折りになった部分を重ねるように折るのですが、その時に少しずらして折ってみてください。この辺に次の山を重ねるように少しずらして、同じようにずらして折ってみてください。同じくこの辺にこの山を重ねて折ります。この時に5ミリ以上幅が開けて折ると、こういう楓のような葉脈と葉脈の幅が広いものができます。またこの重なりの幅を狭めると少しずつ細くなります。いずれにしてもこの重なりは同じ幅の方がきれいに仕上がります。こちらが軸の方になります。こちらが葉っぱになります。この山が葉脈になります。ここからマジックで印をつけます。こちらの方は下が幅広く、上に向かって細くなるように書いてみてください。この一番下の先端、ここを通り、ここから自然とお月様みたいに薄葉かげろうみたいに細い切ってみます。だん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 細くして、ここから丸みをつけて、最後はこの先端に乗るように切ってみてください。こんな形ですね。これを広げます。
もみじの出来上がりです。支え合い会議なりますは、なります地域にいつまでも暮らし続けていくために、なります地域ならではの支え合いの仕組みを推進しようと、なります地域で活動しているグループや福祉団体、その他多様な関係機関の有志がメンバーとして集まった会議体です。なります地域の仕組み作りの一環として始まったのが手工芸サポーターの会です。年に何回か集まり、折り紙でなります図書館の掲示板を彩り続けています。活動内容はホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。